セバスチャン・サンタマリアは、チリ系スイス人のピアニストにして作曲家。1959年、チリ・サンティアゴに生まれ、8人兄弟の末っ子。サンチャゴ現代音楽学校へ入学し即興を学ぶ。16歳で、地元のジャズクラブなどで生計を立てるようになり、17歳で、スイスのローザンヌへ移住。1978年、UBS 優秀賞を受賞し才能を開花させた。 ローザンヌのクラブでピアニストとして演奏活動を始めやがて作曲家としてキャサリン・ララやベルナール・ラビリエ、ビクター・ラズロ、イザベル・アジャーニー楽曲を提供するようになった。ボストンのバークリー音楽院で音楽を学び直した後、再びスイスに戻り、1980年フランソワ・リンデマンとピアノデュオを結成。1982年7月モントルージャズフェスティバルで 公演を行う。ヨーロッパの批評家たちからゴールデンフィンガーを持つ男として賞賛され、その活動がやがてユニークなアンサンブル、ピアノセブンの結成へとつながっていく。このコラボレーションは、フランスとスイスのジャズシーンを大きく結びつける役割を果たした。また、イギリスのバンド、ゾンビーズにも参加し、1991年にはニューワールドというアルバムで演奏を披露している。 ゾンビーズのリードボーカルであるコリン・ブランストーンは彼は世界クラスのピアニストと賛辞した。彼の出身地でもある南米の影響を受けたリズミカルなサウンドは地理を中心に南米で多くの支持を得た。単独でのシングルとアルバムの制作も開始。1994年にファーストアルバムラティーノが1997年にはセカンドアルバムコープスが発表されている。 1996年に福人白質ジストロフィーのためこの世を去った。ありがとうございます。